はい、大賀先生こんにちは。こんにちは。はい、今回からですね、新しい、シリーズが始まります。これは、実はまだタイトルが決まっておりません。大賀先生がにいろいろ教わりたいというこういう若者が来ております。はい、でなんか質問していって、それを、世界に配信したいっていうのが一応コンセプトとしてあります。なので、撮った動画には全て英語字幕をきちんとつけて、彼が英語得意なんで、はい、やっていきたいと思います。で、まあ、あの内容は、撮っていきながら、あ、こっちの方向性が面白いなと思ったらそっちに寄せていこうかなと思ってるので、タイトルはおそらく後から決まっていきます。というわけでよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、でそのこの若い彼誰でしょう、名前を言ってください。山本健太です。山本健太君、はい、紫帯ですね、トライスフォース所属の、はい、で彼が、今回大賀先生に何か質問があるということで、はい、何かあります？さっきの、はい、バック取り書きの時に、が肯定した時、相手が肯定していた、怖い、どうする？僕がこう相手をこう引っ張ってたんですけど、こう引っ張ってるから、あのこのケツとあなたの肩の距離が詰まっちゃって、あの首が抜きづらかったんだよね、抜きづらかった気がするんだよね。だからあのこの時点では引っ張るんだけど、相手が肯定してきたらピュッて手伸ばして、そうそうそう、首抜けろ、お前、そしたら先に上になれるじゃん。はい、わかんないけどね、なるかどうか。今はなったでしょ。はい、うん、風間君はその時爆中みたいなやつ逃げたよね。ああ、うん、もう爆中か、爆点、どっち、点だよね、中爆点だよね、頭なんだよ、爆点みたいな、うん、もう押してこうすれば、はい、頭突っ込むから、引っ張っちゃうから中になるんだよ、はいはいはい、引っ張っちゃうからこう、ここで回っちゃう、あ、飛んだ、これであいつ叩きつくよ、背中が床に、そしたら相手はこれで動けなくなるし、はい、こっちは隙間があるから受けるんで、受けるんじゃないかなって思うけど、あ、うん、なるほど、わかった、はい、おさん、うん、いや、もう間違いないよ、うん、世界チャンピオンで言うとこういうことだから、はい、間違いない、うん、いや、あるよ一件落着ですね、これ、はい、まあ、これはあの試合の動画も挟んだらきっと面白くなると思います。はい、でこれ一旦終わりますね。はい、大賀先生どうもありがとうございました、はい、一件落着、いい動画もあそうかできてる技はね、気がつかない、なんでできてるか分かんないんだよね。あのみんなさ、自分も普通だと思ってるから、あのどうやってんのって聞いたら、いや普通にこうやってますって言うんだよね。でも普通じゃないんだよね、みんな普通じゃないで、得意技っていうのはやっぱ普通の動きじゃないんだよ、うん、普通じゃないからかかるんだね。で得意技はすごく、あの人に説明するのが難しいんだよね。でそれは何でかって言ったら、自然にやっちゃうんだわ。で、ちょっと先に質問に答えると、だから一番簡単なのは、自分にできる技ができない人がいると、したら自分とどこが違うのかなっていうのを徹底的に見て、うん、まあもう手を変え品を変え、こうか、あか、こうか、あか、もう心理的なものから肉体的な体の動かし方からたくさん説明していって、でそのうち良くなることもあるし、全然変わらないこともあるね、うん、まあ、そういうことをたくさんしたからだと思うけどね。